猫にモテたいハートをつかむテクニック10の秘訣1、おやつ説。おやつ欲しいでしょって言いながら手からおやつをあげると、猫はまあもらってやるよって感じで寄ってきます。でもあげすぎるとおやつマシーンとしか見られなくなるので注意。2、あえて無視。猫は追うものを逃げる、逆に無視するとなんだこいつ気になるって感じで、気づいたら猫から寄ってくることも。3、ゆっくりまぶたきをする。猫の好きだよサインはゆっくりまぶたき。こっちもゆっくりまぶたき返すと、こいついい感じってなるかも。ただ急に目を閉じすぎると寝たと思われるので注意。4、頭を撫でるより顎の下。頭を撫でられるのは俺の髪に出さないでって思う猫もいるので、顎の下をカリカリしてあげるといい。もっとやれって感じで満足顔に。5、猫の好きな高さに合わせる。猫は高いところが好きだから床に座ってほら同じ高さだぞってアピールすると、こいつ使えるなって思ってくれるかも。6、猫用おもちゃで気を引く。これ動くぞって感じで猫用のおもちゃで誘う。意外とそれもう飽きたんだけどって顔されることもあるけど、ハマるとしばらく遊んでくれます。7、静かに近づく。大きな音は嫌いだから静かにそっと近づく。するとまあ許してやるかって感じでリラックスしてくれます。下手に大声出すと猫に何事って避けられます。8、猫の匂いを尊重。猫は匂いに敏感だから香水や強い匂いを避けると、お前いい匂いしてるな合格って思ってくれるかも。逆に強い匂いだとは何この匂いって逃げられます。9、腹を見せたら勝ち。猫がゴロンと腹を見せたらお前信頼されてるぞって合図。ただ腹を触るとそこはダメで猫パンチが飛んでくることもあるので、そっと見守るのがコツ。10、焦らない。猫に好かれるには忍耐が必要。焦って近づくといやまだ距離感大事だからって思われるので、ゆっくりと距離を詰めましょう。これであなたも猫にモテモテ。ただし猫は気まぐれだから全てがうまくいくわけではないかも。でもそんなツンデレな猫との距離が少しでも縮まったら大成功。日々ゆっくりと信頼関係を築いていけば、気づいたら膝の上でボロボロしながら寝ているかもしれませんよ。さあ猫との絆を深めて最高の猫ライフを楽しんでください。この動画が役に立ったと思ったらぜひ高評価ボタンをポチッと、チャンネル登録も忘れなく、ベルマークをオンにして最新動画の通知も受け取ってくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。